はいえー、今日はアイク・ヌアラ交番問題について、えー、解説をしていきたいと思っておりますがあアイク・ヌアラ交番問題っては何なのかっていうと都会の人しか分からないと思います、えー。おはスタっていう番組がありますテレビ東京の朝っぱらからやってるやつねで、えー、これのに出てたアイク・ヌアラっていうのがあのおはスタに出てたオハガールっていう未成年の3人の女の子のうちの1人を え自宅に誘ってたことが発覚して、えー、クビになったという事件があったということでございまして、今回これに関して、えー、解説をしていこうかなと思っておりますが、最初にアイクノーラーがこう8月25日、先週の金曜日ですね、えーあに、あ、先週の金曜日だ。 あに、あの、まあ、クビになったと、<laughs> 卒業してるこになりましたって言ってあの、急遽お知らせがあって、もう、それだけで終わっちゃったんで、いろいろ憶測が飛んだんです。最初の頃は、どうも、その、おはずたっていうのは子供番組ですから、その、それなりのスポンサーがついてるわけなんですが、えー、その、なんかおもちゃメーカーのか、ゲームメーカーか、なんか分かんないんだけど、そのスポンサーとのライバル企業の、えー、との仕事を、 ライクノアラがやっちゃって、YouTube、自分の YouTube チャンネルの中で、そのオハスタのスポンサー企業のライバル企業との案件動画をやっちゃって、それが問題視になって、クビになったんじゃねえかっていう、まあ、最初にそれで憶測が飛んだのよ。うん。で、まあ、確かにそんなことぐらいでみたいな話だったんですけど、やっぱテレビ局ってスポンサー関係うるさくてね、うるさいんですよ、ね。芸能人ってスポンサー関係ってうるさくて、ガッチガチなんですよ。とにかくあの、 うんと,まあ、とにかく、あのー、スポンサー契約金って結構高いんですよねあのコマーシャルに出るとスポンサー企業がコマーシャルに出るとその結構契約金が出0円でも高いし契約金も入ってくるんですなんで高いかっていうとこのコマーシャルに出たら他社のものを使えなくなっちゃうんですプライベートでもそうですけどうんだから あの簡単に言うと広瀬すずがダイハツの車乗れないのとしてないでしょ、あのどうかに広瀬すずがですね、えタントが欲しいなと思ってても、買っちゃいけないんです、<laughs> あの鈴木との,あの契約を切らない限り、タントは買えないんですよ。 スペーシアより、ちタントの方が可愛いなとかで、もしくは、あの、ボクシーが欲しいなって言ってもダメなんですよ <laughs>。あの、鈴木、あつ、あの、広瀬すずもね、あんな人気になっただからで、お金もいっぱい入ってきたから <laughs>、えー、そろそろボクシーとかなあっちのなんか、ハイエースとかが欲しいな、エル <laughs> グランドとか欲しいなって言っても、買えないんですよ、広瀬すずは <laughs>。あの、鈴木と契約結んでるから <laughs> ね、ねそれ、だから、それ、事情があるんです <laughs>。ね。うん。そう、あのー、あのー、 だからコマーシャルに出てくると本当に他の企業の商品も買えないし、えー、案件を受けることができないんです。それだけうるさいんですが、そういうことではないと。それではそれ以上のものが文春で、えー、報じられてしまったわけなんで、今、抑えになってるんです。まず、オハガールとは何の,何,の何なのかについて、この田舎,の田舎者の皆様にも解説をしていきたいと思っております。あのね オハガールオハスタってね、テレビ東京でしかやってないんですよ。で、BS テレ東でもやってないので、完全にオハスタ見れる人は都会の人しか見れないんですよ。で、田舎の人は見れないんで、<laughs> 私も田舎の者のなんですけど、で、オハガールとは何かっていうと、オ、え、ハ、ー、スタ25周年を記念して行われた新オハガールオーディションの最終選考で選ばれた3人から構成されると。えー、2023年1月にデビュー曲行 で、っテラシャキットでえ歌手デビューで,で。ここです。小学生のちょっぴりお姉さんとしていろんなことに挑戦して朝を元気に盛り上げて、盛り上げるべく頑張るぞと書いてるんですね。これ公式ホームページに書いてたのそのまま炎上しました。えー、小学生のちょっぴりお姉さんなんです、これね。 この人、ねえー、シン・オ・ハガールね、ひ、え、か、ー、方エミリちゃん、エミチさんね、えー、後藤花ごっちんさんね、えー、河村か子ちゃん、かこっちって言われてますけど、この3人、14歳、15歳、16歳です。全員未成年です。で、この、でこの、アイクノアラっての黒人の子がいたんですが、黒人の子って言ってもなんか37歳ですよ。<laughs> あの、罪の高いおっさんがいたと思いますけど、あの人が急にいなくなってますから <laughs>、まあ,あれですけど、で、その7月ですね、 事件の経緯からすると7月アイク・ノアラがオハガールの A さんを仕事の相談に乗ろうという理由で保護者抜けで自宅に連れ込む行為が発覚したと。でもどうや、ご当選これ発覚の経緯に関してはですねどういうことかっていうと2つ言われてまして実はあの、うん、A さんのご両親からなんか事務所の方に抗議があったと,、えー、と説と、えー、あの B さんにも これアイク・ノワラちゃんがね B さんにもしつこく SNS のダイレクトメールで打ち来ないみたいな形で A さんもいるから来ないよみたいなことを散々しつこく誘ってたんでこれ B さんが所属事務所に相談して <laughs> 発覚したと、えー、いうこと、ここ経緯であります。で、番組側が把握している限りではここね、僕ね 今年に入ってから月に1度くらい、5回ぐらいは誘っているという,ふうなことになっております。で、これが、ここは見そうなんです。番組側が把握している限りなんですよ。で、ということは、今年からっていう話じゃないかもしれないです。去年から誘っている可能性があるんです。 私去年は何回誘ったのかわからないんですけど、番組側が,が把握している部分に関しては今年に入ってから。で、ヌアラちゃんが今年の分しか言ってないかな、報告してないかなって言われるんですよ。その番組の,そのヒアリングに対しては。えー、ね、実はもっと前からあります。かも、まま、あるかもしれません。で、ヌアラちゃんのまあ言い分は、その仕事の悩みをそ悩み相談を受けていた、自宅には呼んだが、わいせつな行為はしていないと。 でですで所属事務所と番組側で協議をしたが共演者の保護者らから同じ番組に出演させたくないという声があり降板させたと、えー、だからこれで、えー、あのー、なんだっけ、の、え、あ、ー、ちゃんが、えー、いなくなったということになってります。で ヌアラちゃんの事務所、まあ、渡辺エンターテインメントですけども、悩みを聞くからンランチをしようと自宅に招いた、これは実は昼間だったということで、問題はないと言ってるんですけど、A さんの証言はヌアラちゃんが誘っ連れ込んだのは21時から23時、午後9時から午後11時の間だと、2時2時間の間に誘われたと、連れ込まれたと、で保護者がこれは問題視さしましてということで、待、えー、っております。だから東京都 青少年保護育成上流派の疑いがありますよ、ところね、で弁護士が動いたら、ヌアラちゃんがちょっとかなりあの立場が悪くなる可能性がありますし、えー、警察からちょっと事情話を聞かせろという可能性もあります。でこれ発覚の経緯もさっきもちらっていたんですが、えー、どっちかが嘘をついているということなんです。ヌアラちゃんは昼間しか誘ってないぞって言ってるんだけど、 A さんは夜,中に夜に誘われたって言ってるんだよね。でどっちかが嘘を超いてるんですこれは。でどっちかが嘘を超いてるんですけど個人的にはそらく沼ラちゃんは多分嘘を言ってると思ってるんですね。でも,もだから全く、ま、分かんない沼ラちゃんは昼間誘ったこともあるし夜誘ったこともあるんだよ。ただ夜誘った分に関しては口をつぐんでる場合があるからまあ100%嘘は言ってないような気がするんで昼間誘ったことは事実だから。 うん、で多分おそらくこれ、この3人が、まあ、14歳、15歳、16歳で、まあ、学校を通ってますから、おそらくお昼に誘ったとするならば、土日です。土日祝日。まあ、学校がない日ですね。 だったらお昼に誘ってるか誘ってるかもしれませんが、えー、もしかは平日、土平日だったら夜に誘ってるかもしれませんがありますぬわらちゃんは夜に誘った分に関しては申告はしていないお昼だからでも100%嘘は言ってないこれはちょっとこう微妙なところでございますねで、えー、でもまあこれ,、えー、これ問題視したということでですねで、多分これ A さんのね、保護者もね B でも、まず

誘われてるんだよで,で、B さんはさ誘われそうになって、もんあ,のあんまり人にもしつこいから所属事務所の相談して、えー、したと。で、それで、その所属、B さんの所属事務所から、ヌアラの所属事務所の方に連絡が行って、どういうことだって言って、それで発覚したっていう可能性があるんで、で A さんの場合は、そのよ夜はやっぱ遅いから、あの夜帰り遅いんですよ、これでね、これ23時ぐらいまでですから。 らくこれ、ヌアラの家がどこにあるか知らないんですけど、まあ、車と送っていけるぐらいの距離な、まあ、1人では返してないと思うんですよ、さすがに、さすがに。タクシー呼んで乗っけて返してるか、うん、自分の車を送っ,送ってるかはどっちかだと思うんですが、それにしても日付が変わる頃に帰ってくるんですよ。で、それで保護者は、え、こんな遅こまで何してたのって絶対聞くはずなんだよね、遅いから。 でいや事務所のレッスンがとか <laughs> あのコンサートのレッスンがあるからライブのレッスンで遅くなったとか、えー、で最初ごまかしてたんだけどあまりにもあまりにもそういうのがたまに月1ぐらいで終わるからあとあとコンサートツアーで地方に行って。 まあ最終の新幹線か飛行機で帰ってくる、まあ、東京駅なら羽田なれに帰ってきてそれとか事務所のスタッフで送ってもらうってったら多分おそらくこの日ぐらいに日付の変わる頃には帰ってくるんでしょうけどそれは親もそれはスケジュールは分かってるからまあ迎えに行ったりとかしてるんだと思うんですけどそれ,そ,れそれ以外の時でもこんなじ夜,夜遅くまでに帰ってくるから多分それで親がね多分ね不審があって多分事務所に問い合わせたんじゃないかと思うんだよ。 たびたび日付変わる頃にうちの娘が帰ってくるけど、そんなに遅くまでリ,リハーサルやってんのみたいなで。そこで事務所は、はってなったと思うんですよ。えそんなことしてませんよ。返してますよ。ともう遅くても夜7時までには返してますよと。うん、で、9時回る、いつも夜中、仕事が21時回るんだったら、皆さんに連絡してるじゃないですか。だったらどっかで遊んでるんじゃないですかみたいな。 話になって、そんで多分、そんで多分、おそらく保護者はその A さんに聞,き聞いて、ノアランに仕込んでたってことをゲロっちゃったから、で問題だってなっちゃったんだ、ね、で、これで多分ね、A さん、B さん、C さん、おはがるの、親同士は多分、おそらくつながってると思うんですよ。LINE かなくてつながっててね。多分、おそらく。連絡はしてたと思うんです、連絡同士、親同士はもう連絡する中だと思うんですよ。で、 うう A さんはこういうことがあったとうちの娘がアイク・ヌアランチに連れ込まれてたとで B さんあそういえばうちの娘だってヌアラからさんざんなんか、あのー、誘われてたんで,でこの前事務所に行った文句言ったんですよみたいなで C さんは C さんでえー、そんなの怖いですみたいなでそんなやつそんなやつってアイク・ヌアラがそういう人だからじゃうちう またこういうことがあったら嫌だって言って、テレ東の方におそらく抗議したと思うんだあ、自分も、最初、最初、事務所の方に抗議したと思うんだよね。うん。だから、ああいう、ただ、自分のこう、夜中に連れ込むような共演者がいるところこは私、私、の自分の娘を預けられないと。対策をしてくださいと。B、さんの保護者は 自分の娘にしつこく自宅に来ないかって誘ってくるような共演者がいる人とは一緒に仕事がしたくないそんなところに娘を預けたくないから対策をお願いしますとで C さんは C さんはでそういうなんか未成年の子なのに自分の家に連れ,こ連れ込むわ誘うわうちの子っでいつ誘われたかわからない怖くて預けられないから対策をお願いしますと言って事務所の方に行ったとその3社の事務所がテレビ東京にこうお願いしたと思うんだよ ここういういとと、言ってるととでテレビ東京は「はい分かりました」と。でテレビ東京はア,アイコノアル呼び出してリフェヒアリングやったら事実を認めたから「あんた何ていうことしてくれたんだ」ということで <laughs> じゃあじゃあもう親御さんがもうクビにしてくれって言ってるから君もう9月いっぱいで降板させることにするからもう事務所とも話しついたからと。 で渡辺エンターテインメントとも話して、いや、こういうことだって、お墓があるんだってもうもう、えらいことになってんだからと、本当、お願いしますよっていう、ね。えー、テレビ東京、だから今、テレビ東京なんか、でも今、ほら、テレビ局の方が、あの、まあ、事務所の方が強いっもう今いえ。今はね、所属事務所の方が強いってもうて、こんなことやらされちゃうね、テレビ局で黙っちゃないので、いつから渡辺エンターテインメントだとしてだ。<laughs> ね、えー、黙っちゃいないんで。 ね、それで訴訟問題になったら訴訟問題だったら事務所を訴えられたらえらいことになって、まあ、事務所が負けるのに決まってんだから実は渡辺っぽは多分ちょっと引き下がったと思うんでごじこういうご時世だからしかもねジャニーズ事務所で騒ぎになったらご時世でこんな自分の。 あの所属タレントが、ね、女子を連れ込んで異性の未成年の異性を連れ込んでたなんてなんかそんな大騒ぎになったらえらいことやなじゃあわかりました、ね、テレビ東京さんに言うことを聞きましょう、ね、じゃあアイク・ノアラを降板させましょうかだからそれは不自然がないように9月いっぱいっていうことにしましょうと9月いっぱいで卒業っていうことにしましょうっていうことを、えー、保護者の方に連絡したんだけどそしたらの保護者は納得いかなかったと。 ふざけんなと1ヶ月もあんなやつと1ヶ月に生放送やらなきゃなったらじゃあうちの子はもう引き下げるぞとだったらうちの子は引退させるとこんななん,ん,んななんかそんなんか被害者のまあことも、えー、ひひあれいや加害者だ加害者をかばってねあのー、ぐらいだったらじゃあうちの子はもう引退させますよとねもういいです引退させますとどうぞ 明日からもうお墓でも辞めさせますし、タレントも辞めさせます。うちは、うちでもう、うちの子はこんな大事な子を預けるわけにいきませんと。と、えー、いうふうに、いいこと言い出したから、親が今度、事務所が、<laughs> 頼むよと。 それ <laughs> でまた所属事務所が、もううちの,あの A の親がもう、うちの娘引退させるって言い始めてるお墓あるもいなくなって、お墓あるも辞めさせるし、う,うちの子もタレントとして引退させるからっていうことで、もう息巻いてるんで、これ本当だって、こんなことになったら、わ私も大変だし、テレ東さんも大変でしょうと、もう一回オーディションやらなきゃいけないんですよ、大変ですよ、ある日、ね、いきなりお墓あるが一人が消えたら、ああいつだったんだってなっちゃいますよって、<laughs> 結局、あれ本当だったんだ、なっちゃいます、どうしますって,言って。 で、テレ東は、じゃあ、しょうがない、しょうがない,じゃないんだけど、じゃあ、アイク・ノアラの卒業もかなり前倒しして、8月25日に突然首切ったと、えー。これでどうでしょうっていう話になって、話があってまとまったということになってます。で、えー、じゃないかなと私は思ってます。で、ここまで大騒ぎになったのは、なぜかっていうと、まずね、また、さっきも言ったとおり、引退まで話が出たんじゃないかって思ってるんですよ。つまり、その、A さんの保護者が激怒して、アイク・ノアラの交番を、まあ、要求したんですけど、 えー、でなんでここまでで娘を引退させるってなんでここ事務所をみんなビビったかっていうと昔はねいやあんたの代わりなんかいくらでもいるんですよって言えたんですよ、所属事務所も。 やめるんですかああ、いいですよ。あんたの代わりなんかいくらでも言えますから、どうぞどうぞって言ったんだけど、今はそういうことは言えなくなっちゃったんです。なぜかって少子化が深刻化,し深刻化してるのと、タレントになりたがる女の子がまずいなくなってるってことです。<laughs> オーディションやっても人が集まらないんです。えー、だ女優オーディションとかだったら集まるかもしれませんが、その、アイドル歌手のオーディションでも、ですらそんなに集まるんです。集まらなくなってきてます。だから、地下アイドルとかもあるし、地下アイドルなんてだって飽きたらやめれるし、<laughs> そんな、なんか気軽にみんなアイドルとかできるから、アイドルオーディションやったらそんなにしとこないんだよ。本当にマジで。で、もう、どこも事務所も頭抱えてんだよ。悩ませてんだよ。だから本当にタレント集めてオーディションやってもそんなに昔ほどしとこないし、10年前よりも半分ぐらいしか来ないし、ね、で、YouTuber とか TikToker になったらいいだろうみたいな子供がいっぱいいるから。 ね。だって子供のなりたい職業が1位に、だってね、YouTuber とかになってるのが現状ですよ。で、あれも、だってあの人たちだったら、飽きたらやめるんだから、だって、で、そこそこ可愛い子だったら、あの、夜中に、ね、あの、可愛い,い子だったら耳かけ持たして、あの、S、ASMR 動画撮っていったら、よっぽど稼げるんだよ。本当に。ね <laughs> そんで。だそんな時代、そんな事態のことだから、余計来ないんだよ、だから。 募集してもスカウトさえしても断られるんだよだからで今だって今で芸能界ってかなり今本当に未成年の保護者から芸能界って今本当に信用されてないんですよジャニーズ問題もあったからねうんだから特に女の子なんかはいやうちの子預けて本当に大丈夫なんだろうかっていう、えー、本当心配じゃならないんですよ心配でだってねうちだって じゃあえ本当に映画の主役にさせるために、ね、プロデューサーのところに差し出すとかって、あとは番組な出,出してもらうために、そこね担当ディレクターに差し出すとか、プロデューサーに差し出すなんて、これは本当に行われてるんだろうかとか、事務所はものすごい否定しますけど、本当ですか、本当ですか、こんなことやったら本当に、ね、いいんですか、うちの子預けて大丈夫ですかと、本当に、ね、念をされるぐらいのことになってると思うんですよ、どこの事務所も多分おそらくね、契約段階の段階で。 本当はそういいううことはないですよねうちの子守ってくれますよね、本当ですよねとかってね。だってジャニーズ問題がそうなっちゃってんだからだって。ね。だから、とにかくそんなに今,今のご時世の中で今,今かなり敏感な時にこの問題が出てきちゃったから、もうん、事務所も大変なんだよ。とにかくテレビ局も大変なのよ。だから、だから割と早めに手を切って、まあ、てれせれば多分。 まあ加害者側のナベップロはそこまでなまあまあ意識はなかったと思うんですけどもテレビ東京もうまあまあ今そこまではねえみたいな <laughs> ねー大丈夫っしょと思ってたら急にうちの子引インターさせますよってインさせますよこんなねこんなところの芸能界にうちの娘大事な娘を預けるわけにいかんのですって辞めもさせますよって,言って事務所を通してそんな風に言ってきたらさすがにテレビ東京もビビったんだろうねえっと思ってね で確かに今こういうご時世ですからありかもしれません本当やめだやめられるかもしれませんじゃあまたおはがるのオーディションやなきゃけないんですけどおはがるのオーディションやったところで今度は人集まるかどうかですよねなんて言ったらもうちょっとやべえなってなっちゃってさ簡単にもうなんかそうそう動いたんじゃないかと私思ってます、えー、とにかく今、あのー、このご時世ですから本当にあの人が集まらない今少子化もあります、えー、これからどん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 ,どんこのその <laughs> この世代のアイドルの子って、本当に、この世代の子たちって、本当に今、どん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 減っていきますから、減っていく上に選択肢が広がるっていうね。<laughs> 減ってんのに、自分をそのアピールする方法が、選択肢が広がっちゃってる現在ですよ。ね YouTube もあれば、TikTok もあるし、まあ、Instagram で、そっちの方に行く人もいるだろうし、ね。うん 別にテレビに出ることだけが全てじゃないっていうねテレビラジオマスミみたいに出ることだけがテレあの全てじゃないってね。 で逆にだってユーチューバーから始めて、もしユーチューバーで終わったらテレビに出られるかもしれないです。結構遠回りになりますけど。そういう方だっていらっしゃるでしょもっとユーチューバーでしょうか今テレビ出てるって、バラエティ出ててね、えー、いろいろやさ、まあ、今騒がれてますけれども、まあ、そういう方法だとあるんだから。まあ、別になんかそんななんか、ね、事務所に所属して、あの、なんかね、あの、 めんどくさい芸能人となんかその仕事してたな。ねそんでまた出てって、どこ行っても同じような質問されるんで、お父さん何歳とかって言って、お父さんお母さん何歳、ええうちらと同じじゃんとかってね、毎年毎回その同じこと聞かされてさ、何回目だこんな質問とか言いながらニコ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 した、ニコ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 しながら34歳ですとかって言ってるなんかそれはなんかもういいやってなっちゃうわけだよね。から、うん。 アイドルかアイドルになれなくたって別に TikTok で踊ってみたとかってバズったらバズったでいいじゃん別にそれやのねなんかねそんなそんなん、まあ、そんな、まあ、そんな軽い感じだと思うよ今の若い子ってうん昔だったらもう20年ぐらいだったら もうガチガチでね、芸能界入りたいなっ,ったら、ものすごい努力してね、オーディション片っ端から受けるし、原宿にすっごいおしゃれして、ね、スカートされたら、ギャーって言ってね、<laughs> スカートされたら、ギャーって言ってね、スートさーって言って、ーって,ーなんて言ったら、お父さんとお母さんと揉めるっていうのが、もめんって説得して入ってくるっていうのが、あ,のそれはあ,あれだったね。今はスカートさんいらっしゃると思うんですけど、 大変だと思うよ今スカートスカートしても多分来ないと本当に来ないと思うよスカートさんの話聞いてみたいんだけどそういうのやないかね, <laughs> まあ,ねあのプロダクターのスカートさんって今どんだけ大変だった <laughs> 俺大絶対大変だと思うよだってまずまずこう、ま、だってねおっさんかとかおばお姉ちゃんとかそうだけどこの世代の子の、ね、話しかけれてて事案ですからね声かけ事案になっちゃいますからね、うん いくら原宿とか大井新大久保とかってそこでスカートされたとしても知らねえお,お兄ちゃんとお姉さんから声かけられましたってタレントになってみないと声かけられましたって交番かけがもらったらできないよって <laughs> あんた何やってんですかこ,こはって許可取ってますかとかってさ <laughs> ポン引きで少年のことを扱いされてさなんとか上流がになりますよって立ち立てくださいとか言われてさそりうもできなくなってる可能性もあるんでねだからスカートもやりづらくなってるし オーディションやっても集まってこないし、人が集まってこないから、もう多分、まあまあ、ちょっと大変だと思うんですよ。だから今、親、昔親なんてさ、親が引退させろと言ったら、あ,あどうぞって言ってたんだよと思う本当に。いや、うちはうちの娘引退させるぞとお。いいよ、引退させますよ。昔だったら、ああ、どうぞどうぞ、代わりなりいっぱいいますから、どうぞって言えたんだけど、今、それが言えないのよ。<laughs> 勘弁してくださいって言って、せっかくここまで事務所を育てたので勘弁してくださいって。私らにもこの子だって、この子を考えて、いろいろこれから展開とか考えてるんです。お金もかけてるんですって。勘弁してくださいって。わかりました。勘弁。もうみんな親御さんの言い分は全部飲みます。ちょっと時間でください。なんとかやりますから、引退だけは勘弁してくださいって言ってね。やってたと思う、多分おそらく。うん 今そんな感じだから、本当に。うん。時代が変わってんですよ。はい。以上でございます。はい。